はい、ということでボディの塗装が完了しました。こんな感じですね。はい。で、よく見るとですね、やっぱり塗装下手くそっていうことでですね、ね、ムラが出ております。吹き付ける塗料がね、めちゃ多かったっていうことだと思うんですが、まあ幸いね、ここはステッカー貼るところなので、妥協しました。一応ラッカーを塗って取ることはできるっていうふうにね、スプレーの方に書いてあったんですが、今回そこまでしないでね、やっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ムラがあります。一気に塗っちゃったとこですね。特にこの辺ですね、これ垂れてくるとこね、こういうとこに注意しながら何回かに分けて吹き付けなきゃいけないということだと思います。見えるところに関しては、まあまあ綺麗かなということで、これで作っていきたいと思います。はい、やっていきましょう。完成いたしました。ではね、シャーシに乗せて形を見ていきましょう。はい、シャーシに乗せてみました。いかがでしょうか。最初の動画で言っていたようにですね、こちら外箱に書いてある方はツヤツヤのね、ブラックになっています。カラーナンバー TS14 ですね。で、今回は私は TS6 マットブラックでね、塗装してみました。ブラックの方で、ね、塗ったわけではないので現物で比較はしていませんけれども、こちらはですね、個人的にかなりかっこいい色に仕上がったんじゃないかなというふうに思います。塗装をやってみた感想なんですが、ボディがスモークになっているっていうことはね、ブラックに対しての下地として、とても塗りやすい、ボディだったのかなというふうに思います。これフェスタジョンですね、もともと黄色のボディありますけれども、あれに、例えば、今回のようなツヤ消しブラックを塗った場合ですね、こういった塗りが薄いところあるんですけれども、こういったところがね、黄色の下地が透けて見えちゃうんじゃないかなというふうに思います。なので、かなりムラはあったと思うんですが、外側から見てみるとね、一見そんなに気にならないということですね。実際ね、この辺若干透けております。マットブラックですね、重ねて重ねてっていうところでね、均一な厚みにっていうのはちょっと難しい。薄いとこと濃いところもはっきり見えちゃうので、やっぱ難しい塗料なのかなっていうのを、ね、若干感じました。仕上がりとしてはね、非常にかっこよくできたんじゃないかなと思います。あとやっぱりフェスタジョーンステッカー貼りやすいので、初めて買うマシンですとかね、お子様向けにはすごくいいマシンなのかなというふうに思います。特にこのブラックスペシャルね、作っただけでかっこいいっていうことなので、非常におすすめできるマシンなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこちらフェスタジョーンブラックスペシャルをマットブラックで、ね、塗装して作ってみました。素組みの状態で塗装してから作るっていうのはね、最近始めたので、まだまだね、ちょっとスプレー塗装とか、そういったところ下手くそなところ見えちゃいますけれども、やっぱりね、塗るとかっこいいなっていうふうにね思いました。まあ下手くそでもね、どんどん塗装をやっていってね、少しずつ上手くなっていきたいというふうに思います。そしてこちらのマシンですね、ただ作っただけで本当にかっこいいので、もう一台ねちょっと欲しいなっていう気になっています。というのも今回マットブラックで塗って作ってみたっていうことなんですが、普通のブラックね、 TS14 の方で、塗装して作ってみたらどういう風になるのかっていうのもね、できればねやってみたいなっていう風に思います。ということでフェスタジョーンブラックスペシャルを作ってみたという動画でございました。また見てねー。